タネマキジャーナル、今日の特集です。今日はアメリカから見た TPP というテーマでお送りいたします。えー、いつもはニューヨークからお話しくださっているんですけれども、ジャーナリストの北丸裕二さんが今日はスタジオにお越しくださいました。どうもこんばんは。こんばんは。よくお帰りなさい。はい、<laughs> どうもありがとうございます。えー、帰ってこられた日本は今 TPP でもう国を二分するぐらいの 賛成や反対やって、みんなが地下鉄でも話し合ってるというぐらいの、もうそれぐらいになっているんですが、ニューヨークではどれぐらいアメリカではほとんど報道されてないんですよ、えー、この a ペックの関連で、ああニューヨーク・タイムズが初めていろいろ日本が参加するというようなことを言っている段階でして。うんうん えー、言ってみれば、これはどういうふうなことかといオバマさんのいわゆる選挙、来年の大統領選挙を控えて、これが、うん、にどオバマさんがどう利用するかということで、うん、アメリカが動いている、アメリカの政府が今、動いているという形なんだと思いますね。うん、TPP、日本帰ってきてびっくりしたのは、わ割とこ,のこれに賛成する人が、世論調査。 この2、3日出てきてますけど、多いんですよね。えー、多いですね。うん。どういうことなのかよくわかんないですけど、ね。<laughs> そうなんですか日本から見たら。というのは、あの、これ、アメリカっていうのは、絶対、 国益に反することはやらない、うんえー、全て自分の国のために、まあ外交っていうのはべてそうなんですけれども、うんえー、時には折れなくちゃいけないこともあるんですが、アメリカは折れないんですね、うん、基本的に。いや、そゃひどいわ、だって、もうオバマさんがメイドイン USA を買ってほしいなんて、いや、そゃそうかもしれんけどね。そして、ね、日本でそんなことを言ったらね。はい ちょっと恥ずかしいですよ。あの、そして今回のこのクロージング、えー、ハワイで、ね、やりましたけれども、えー、<laughs> クロージングのスピーチをやったときに、あの、それは言ってみれば世界に対してのクロージングのスピーチではなくて。閉会するときは世界に対して私たちはこうしますって訴えるべきでしょところがあれはアメリカ国民に対して訴えたんです。でもっとっても象徴的だったのはね、あの、NHK で見たのかな、えー、TBS かな、あの、 プレー像だったと思うんですけれども、うん、あの、あの、この TPP を促進することによって、えー、輸出が拡大し雇用が増えるって言って、そして最後に、for our people って言ったんですよね。for our people? people、うん、これ何かというと、わ、我が国民のために <laughs> ということをん <laughs> そんなこと言ってんですか言ってるんです。これあの、はアメリカのためにあるというような。もちろん。言ね、え、ということアメリカの輸出が増えて、アメリカの雇用が増えるっていうことを言ってんですかアメリカで2000、 10年、昨年の1月にオバマ政権としては、えー、結局あと5年で、 えー、いわゆる輸出を2倍に増やして、うん、それから200万人の雇用拡大をすると、いうふうに言ってるんです。あの、今、アメリカン失業率は9.1%で高止まりしてま,ます、えーす。もちろんこれ、あの、ちょっと計算の仕方が日本とは違うんですけれども、えー、あの、9.1%、これがとにかく来年の大統領選挙のキー、鍵になると。十一、うん、<れ>11月でしたっけ来年11月です。十一月の六日かな五日かなちょうどあと1年。1> はい。それで結局そのため、それの、 に向けて何らかの数字を示せなければ、あの、再選がとても難しい。た,たまたま今、共和党の候補者もごたごたしてますけれどもね、うん、あの、その楽に勝てるようなもんではないってことは分かってきてるわけですよね。史実落ちてますからね。それどうしようかということで、これと、あの、TPP っていうのはまだこれ先な、があって、2014年まで目をつけて、で、その先にいろいろ交渉やなんかして、具体的に決まるまでにはまだ、 10年近くかかるかもしれないですね。だけど、なんか来年の年末までには、一応の、の合,<意>合意を見たいって言ってるじゃないですか。合意を見て合意を見て、見てでもほら、それで各国の条約の締結みたいなことやらなくちゃいけないんですよ。批准だとか。 そういうことをやっていくと、えー、まだちょっと時間はあることはあるんです、えーで。そのためにでも、しかしそのために具体的なその姿形を見せなくちゃいけない。見せなくちゃ、オバマさんの勝利に意味がなくなっちゃうオバマの勝利、民主党の勝利もない <laughs> ということなんですね。うん、そこで結局、この TPP の構想を打ち出すわけですよ。うん、で何かというと、あの、今9カ国、今度カ,メカナダとメキシコが入ってくるというふうに言ってますけれども、9カ国、冷静に考えると、うん アメリカが60、GDP の割合で言うと70%近く、67、うん、8%ですか。はい、で、日本が25%。うん、この2つでも95%ぐらい近くいってるんです。うん、で、オーストラリアが結局5%ぐらい。うん、で、残りの国っていうのは本当に1%も満たないような GDP しかない。うん、そうするとね、うん アメリカどっ、売りたいって言ってるんだけども、お、うん、その GDP、つまり国内のお金がたくさんあるところとないんですよ。うん、日本以外にないわけ、うんうん、つまり、市場 <laughs> として、マーケットとして、アメリカが狙っているのは、<ー>日本以外にないわけですよ。だって日本にしか売れないんだもん。日本しか買う力がないんですもん。それがこの、この TPP の、あの、 目的なんですね,ですね、うん、市場開放、市場開放、平成の開国って言ってますけれども、えー、実はそれは何かというと、アメリカ対日本のその駆け引きなんですねその駆け引きでもね、えー、今回あの、野田さんがオバマさんと会って、はい、その中でいや、日本はこう言うた、いや、言うてないっていう話が日米でこう <laughs> 食い違い出てきましたよね、うん、ねねつまりすべての関税も取っ払うという話に参加していきますと。ねはい 言うたと、まあ、アメリカ言うわけですね、うん、日本はそんなこと言うてませんと、ええ、これなんかでも相当びっくりさせられる話なんですけどあのね基本的にこれ、なんか日本の外務省はいろいろあのがいてるんですけれども、ええ、それはその野田さんが交渉に向けて関係国と協議するというふうにおっしゃった、はい、でもこれもあのそうなんですが、言ってみればこれ、玉もしというよりも言って。 交渉に入るために結局、関係国と協議するって、うん、関係国と協議する交渉、関係国と協議するのが交渉なんですから、<laughs> うん、そういうことを、つまり、あのいわゆる民主党内の慎重派に向けて、慎重派一生懸命、お願いだから僕たちをごまかしてくれと、うん、ごまかしてくれっていうところにごまかしの言葉があって、うん、ああ、よかったよかったって言われてる。 それに乗りましたからね、山田さんたち、反対派の人たちはね、びっくりしましたけど、びっくりしましたね、あれはお任せしてくれと思ったかったと言われたら、それで納得いきますそれでそこに向けて、結局、ニューヨーク・タイムズはなんて言ってるかというと、ジャパン・ジョイニングって言ってるんです、入る、ジャパン・ジョイニング、トークス、タトークスって言ってるん入る。 というふうにせず、野田、野田が言っていると。交渉に入る、参加すると、もうそう、あの、関係国との協議とかなんとかって、ぶっ飛ばして、いわゆる、だって、関係国の協議に入るってだって、そんなの、実質的にそんな場っていうのは国際会議ではないわけですがバイラテラでしかないわけですよね。二国間ではあるけれども、そんななんか、私は予備の打ち合わせっていうんですか、ないですよね。ちょっとなんとか立ち話みたいなのがあるのかと思いましそんなないんでもよね。 APP というのはすべてのかんあの品目に対して、またセンシティブアイテムというのがあるんですけど、それは重要項目うちはこれだけは許してはい、はい、というものです、ね、でも原則として、すべてのものが結局、交渉あの対象ですよというふうなところもともとそういうルールなんだそ,そこにあるんだから、アメリカがそれを言って、なんで悪いの、うん アメリカはさ、日本もそういうものに入るんだよって言ってるんですよって言って、何が悪いのってアメリカの外交筋は言うわけですよ。でも、外務省としては、国内、それもやっぱり国内向け、日本の国内向けに、アメリカ向けの国内向けはあるんでしょうけれども、日本は日本の国内向けに、その慎重派、反対派、いわゆる農業団体、農協さん、そういうものを、あの、頭、念頭において、そういう表現は使えないと、その辺を侵略してくれよっていうんで出てきたのが訂正の文句だったわけですよね。 はあ、日米首脳会談では、まあ確かに言うてませんとアメリカに言わせる。うん、あるいは陳謝しています<も>というと。p p ってのはね。ことになる。 でも本音はアメリカは何言うてんねんなって、あんたの顔立てるからそう言ってもいいけど。と本当にね、だからほら、放射能の話も先ほど小池先生がおっしゃったように、ごまかし、言葉によるごまかしが多いですよね。もうアメリカにおられたらもう腹いくてしょうがないでしょ。あのね、つまりね、英語にならないんですよ。英語に翻訳できないんです。これ、例えば関係国の競技に入るとかなんとか言ってたらね、ぐちゃぐちゃしてって、お前何が言いたいんだっていう英語というのは、つまり本質的に、というか先に感じたことパンと言わないと、あの、 つななげていけないけまずイエスかノーかをやっぱり明らかにする以外にないんですね、えー、すね交渉は。でね、僕、あの、国連の,あの取材もし,たしてましたけれども、えー、その時もね、あの、日本向けの報道陣に対する日本語の文章と、アメリカに対する外交、うん、外,務外務省のですね、うん、英文の文章との、より直接性、うん、ダイレクティブネスっていうやつが違うんですね。英語の方がちゃんとはっきりしてるんですけど、日本の場合はぐちゃ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 ,ぐちゃあの言葉を。 言いいい回しているみたいなところで,でもそこを使って私たちごまかされて、うん、本当の日本が外交どんなことしてるかって姿はからないままいさせられてるわけ、ね、日本ってほらずっといわゆる国民たちは抗議もしないし、うん、でからデモもしなかったし、うん、そういう形で本当になんか国民、うん ちょっとななめられてんじゃないかそもそも北村さんね、いわゆる対米追随というこの外交路線がですね、えー、どこに根ざしてるのかと、えー、やっぱりこういろいろ考えると、ですね例えば日米安全保障という分のですね,ですね、うん、比重がです、ね、やっぱり大きいと思うんですよね、えー、だからまあこれは沖縄の普天間も関わって、はい、まあ9月にオバマさんと野田さんが会ったときに、やはりあの強い調子でですね、はい、どうなってるんだと。 言われて、まあ、TPP とセットで言われて、ね、そ,そこでやっぱり、たじろいだというような印象があるんですけど。うんあのね つまりね、こういうことは、うん、僕ら,はほら55年体制からずっとあの冷戦構造があって、それ、うん、でその中でアメリカにおんぶに抱くこと言いますか、結局核の加算の下でずっとやってきて、うん、そこからじゃあ次の時代っていうものはどういうふうになるのかということを考えてこなかったんですよね。うん、つまり自民党政権がずっと続いてましたし、それからそれに対して官僚がずっとそれを支えてきたと。うん、その中で次の時代がどうなるのかということを考えてこなかった。従、うん、ってその冷戦が終わった時にどうなるのかもわかんなかったし、うん、それから次にその冷戦が終わった た段階でじゃあ沖縄がどういう立場に変わってくるのかということも考えてこなかったし本当、うん、にパタパタパタといろんなことが変わって慌てふためいてそしてその中で結局今まで通りのあの安全保障の枠、まあ、組みの中でのうん、うん、いわゆる旧大前なアメリカ依存の形でのっとのっと でおけばとりあえずはいいだろううなっててことと、まあ、今も続けてるんだと思うんだだ思ですね,ですねだからまあそこではもう一種のこう思考停止でそこからもう進まないですよね言ってることを何,、えー、何でも言うこと聞くとそうあ自由貿易の流れっていうのはおそらくこれは世界的なトレンドなもんですから、うん、ファッションではなくてねこれは流れに差をさせないと思うんです。